それではただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項3件を一括して市長からご説明申し上げます。はい、おはようございます。通常の濃厚接触の期間が、火曜日で、終了しましたので、今日からは普通のマスクを外した形で、お話をさせていただきます。今日は3件あります。1件目は、東口駅前再開発で、タウンミーティングを開催するというものであります。先日、議会には全員協議会で、ご説明をしましたが、市民の皆さんにも説明をして意見交換をする場、あるいは話し合っていく場を設けたいということで、この機会を設けます。6月の5日、10時半から、正午までと、場所は青瀬の多目的ホールでありまして、まずは、市側から再開発事業および、交流集客拠点施設の整備についてご説明をした上で、それに関する質疑応答をし、かつその上でグループに分かれて意見交換をしていただこうかというふうに考えております。定員は150名で、定員になり次第終了いたしますが、当日まで空いてれば、当日の受付というのも可能にしたいと思います。申し込み方法はオンライン申請、または電話、ファックス、あるいは担当課窓口であります。で、その他といたしまして、このタウンミーティング終了後出された意見の概要や会場の様子などをホームページにて、紹介をいたします。それから市民との意見交換の場というのは決してこれだけに限らずですね、我々から設けるのは当面これだけでありますが、福島市では市政出前講座というのを持っていまして、市民の方がグループでこういうテーマでお話をしてほしいというのであればお申し込みいただければですね、市から出向いていって、それで、説明し意見を交換をするという仕組みを設けておりますので、こちらに参加できなくてぜひこれを話を聞きたいという方はですね、この市政出前講座を、ご活用いただければというふうに思います。1点目は以上であります。2点目は、公有財産の利活用者を募集しますということであります。本日から開始をいたしますが、この仕組みはですね、いわゆる民間活力を最大限生かして未利用の公有財産を利活用しようじゃないかということで設けるものであります。民間事業者が有する資本やノウハウ、アイデアなどを最大限我々としては活用していきたいと思っております。で、市の方が施設を提示をしまして、そしてその施設の利活用に関してはテーマを絞らず幅広く地域振興につながるアイデアや、提案、これを、募集いたしまして、そして、公有財産を、売却貸し付けすることで有効利用を図ってまいります。まず対象とする、公有財産は、6つの施設でありまして、これはまた後ほど具体的に申し上げます。利活用者応募いただく方の要件としては、自ら、その提案を実行する意思と能力、能力といえば運営力とか資金力とか実績などを持つ方、それから法人格を有する単体の事業者、もしくは複数の事業者によって構成される団体、グループ、または個人ということにしております。で、アイデア提案というのは対象の公有財産を上手に活用する提案、あるいは提案者自らが実施主体となり利活用を行うものでありまして、提案が採用された場合、公有財産を売却貸し付けなどを行ってまいりますが、この提案自体をオープンにしておりますので、例えば自分がこれを買い受けてやりたいという方に関してはですね、随意契約でその後の手続きは進めていきたいというふうに考えております。なお市にこういうことをやってくれとかですね、こういうのはですね、基本的には我々としてはこれ対象外ということで、あくまでも民間事業者が主体的に実施していく案を募集をいたします。事業者選定の流れとしては、まず、
まあ、事前協議ある程度話を伺ってから、この導入の提案をいただきまして、一次審査を書類審査、それから二次審査をヒアリング審査をいたしまして、そして、まあ町内で揉んだ上でですね、まあ、あの地域の皆さんとも協議をした上で契約に締結に入ると、まあ、このような、仕組みにしております。で、対象となる固有財産はですね、まずは平田の幼稚園、それから松川の東幼稚園、それから飯野町の教職員住宅、旧佐原小学校の跡地、それから旧大久保小学校、それから旧青木小学校、この6つでありまして、まあ、これらはあのホームページに、こちらにはなかったかな、あの皆さんのところにもお配りしていると思いますが、このチラシですね、はい、まあ、こういったものを用意して、ここの QR コードから入っていただければ、こちらのホームページに飛んで、で、このホームページでもですね、単にこの写真1枚が載ってるんじゃなくて、この中をですね、いくつかあの詳しく写真などを作りまして、こういうものだよというのが分かるようにしてありますので、ぜひあのご覧いただきたいですし、まあ、あの実際見てみなきゃ分からないというものであればですね、私どもにご連絡をいただければ、あのそういったものをご覧いただくことにいたしますので、ぜひあの積極的にご活用いただければというふうに思います。まあ、いわゆる、カタカナ文字というか英文字で言うと、いわゆる PPP と言われるものの一環なんですね。この PPP というのは、あのパブリック・プライベート・パートナーシップということで、それぞれ あの頭文字を取って、まあ、日本語にすると公民連携と言って、まあ、普通の言葉になるんですけども、いわゆる PPP というといかにもなんか、先進的な取り組みのように見えますが、まあ、本質としてはこの、PPP を、まあ、本格的にこういう制度化をしたというのは、まあ、今回初めてかなというふうに思います。まあ、これまでもあの茂庭小学校とかですね、あのこの大久保小学校にしても青木小学校にしても、あの一軒一軒はやってたんですけども、まあ、制度的にこのようにあの、期限もなく、これに関しては申し込みの期限ありません。常時あの我々がこのホームページに掲載をして、そして申し込みをいただけるようにするというふうにしてますので、まあ、民間皆さんにはあのやりやすいと思いますし、我々もそのやっぱり届かないと意味がないので、あのぜひそのこういったことに意欲を持ちそうな方ですね、例えば、不動産関係の方、あるいはあの東京などであのベンチャーとか、あるいはそのなんて言いますか、クリエイター的なですね活動をしているような方にあの届くように、情報発信をして、ぜひあの有益なあの提案をいただければというふうに考えております。2点目は以上であります。3点目はですね、今年度予算化をいたしました、地域の除雪活動を支援するための小型除雪機、機械の、購入助成について、受付をするというものであります。あの福島市では実はこれ令和2年度に制度化をしたんですが、これまでどうもあの広報とかそういったものが十分できていませんで、これまでの活用事例が2件にとどまっております。それからあの実は、まあ、実際にやってみて分かったんですが、あのこの小型除雪機受注生産でありまして、やっぱりはかなり前から注文してないとあの確保できないという面があります。それから今年度もそうだったんです、あの前のシーズンもそうだったんですけども、いわゆる雪が降ってきて、それでいやこれはやっぱこういうの必要だなとこう思ってあの手配しようとした時には、多分その時には手配できない状態になってしまうんですね。まあ、そのために、まあ、例年9月ぐらいから、まあ、例年というかここ2年間9月ぐらいから募集していたものをこの6月から早めて、そしてあのできる限り我々もあの関係の皆さんに届くように、して募集を開始をいたします。募集期間は6月本日から、来年の1月末までということで、
まあ、全体予算は120万でありますが、あれ補助の内容としてはですね、経費の2分の1を補助いたしまして30万を限度に交付をいたします。交付の対象になるのは、除排雪を自ら行う町内会とか除雪ボランティア団体などでありまして、購入前に電話で問い合わせの上、道路保全課窓口で受付をいたします。先ほども申し上げましたように、実績は令和2年度の2件だけでありまして、まあ、我々としてはぜひ有効に活用していただきたいなというふうに思っております。でなお、やはりこれを単に購入助成するだけじゃなくてですね、除雪に関しては、まあ、まだ十分進んでおりませんけども、除雪に関するまた全体的な計画を充実させてまいるつもりでありますし、まあ、仕組みとしてもいわゆるアダプト制度といいましてね、ある一定の区間を一定の人にお任せをするというような、これもパートナーシップですけども、こういった仕組みを制度化するかどうかとか、こういったことも検討して、そして除雪の体制を、市民共同で、まあ、市民競争で、作ってまいりたいというふうに考えております。私からは以上であります。はい、それではただいま3件の発表事項についての質問をお受けします。質問のある方は挙手いただきまして、こちらの指名の後ご発言をお願いいたします。それではどうぞ。はい、中央テレビさん。福島中央テレビの大川です。はい、2つ目に紹介していただいた利活用の話なんですけども、はい、こういったこう民間事業者のこう力を借りてこう、まあ、空いてる、ものをこうなんか利活用しようとする、まあ、意図というか、こういう事業を始める意図についてもう一度狙いを教えてください。はい、まあ、これらの施設はですね、我々市役所側の、ニーズとしては基本的にないわけであります。いろいろと町内調整をしてですね、どういう利活用法があるかというようなことは検討してきたんですが、まあ、現実はないということですね。しかしこれらの施設をこのまま遊ばせておくのはもったいない話でありまして、まあ、その点ではできる限り民間の皆さんの知恵と、まあ、工夫、それからお金も有効活用しながら進めていきたいということなわけです。で、まあ、ちなみに いろんな方がですね、例えば公にこういうのやってくれという話があるんですけども、我々とすれば市の財源を使ってこうしたものを利活用する仕組みを作っていくというのは今のところ考えておりませんので、ぜひ民間のそういった工夫、そういう工夫を生かして進めていきたいということであります。はい、ただですね、やっぱりこれを全部民間に任せていいのかというと決してそういうわけではなくて、例えばこれを利活用するのに市の一定 その助成制度を使いたいといえば、それは我々としても積極的に応援をしますし、それから今後こういう空き家とかですね、空き施設、こういったものを利活用を進めていく上では、いわゆるリフォームに対する助成っていうのをもう少し充実させないといけないかなというふうには思ってまして、それはちょっと現在検討しておりますが、今後の課題というところであります。他にございますか。はい、福島テレビさん。福島テレビの小野田です。ご説明ありがとうございます。一番の、駅前再開発のタウンミーティングについてなんですけれども、はい、これは、まあ、説明をするというのが、まあ、一番の目的なのか、出てきた意見をどういうふうにこう、まあ、生かしていきたいとか、そのあたりまでは決まってるんでしょうか。はい、まあ、まずはですね、市民の皆さん関心高いと思うんですね。しかしなかなかそれを知る機会というのはやっぱ限定的ですし、我々ホームページで資料も全て公表はしてるんですけど、なかなかそれを知らないという方もいらっしゃる、あるいは見てもよくわからないという方もいらっしゃると思います。その点ではこの事業の内容を周知するというのが私は一番の目的だと思っております。それからいろいろ市民の皆さんもご要望出てくると思うんですが、ハードに関してはですね、なかなかこう反映させる余地というのは難しいと思うんですよね。特に大きな変更を伴うようなものは。しかし、ハードはできても大事なのはこれからいかに利活用していくかですから、そういった面は特に市民の皆さんのご意見も伺いながらですね、工夫できるものはどんどんと工夫していきたいということで、まずはこのキックオフ的にですね、今回タウンミーティングを開催するというものであります。
まさにこうソフト面っていう部分だと思うんですけれども、はい、まあ、グランドオープンはまだだいぶ先ではあるかと思うんですが、やはりこう今からまあ準備を進めていきたいというか、いろんなこう計画をまあ充実させていきたいというようなまあスタンスなんでしょうか。そうですね、全協議会の資料でも申し上げたと思うんですけども、まず一つはですね、管理運営主体を早く決めなければいけません。でその管理運営主体も、これだけの施設ですから、やっぱりいろんな工業関係ですね、全国的に引き寄せる、あるいは国際じゃなくていろんな 学会とかそういった会議を引き寄せるというのが必要になってまいりますから、なかなかこう市内だけでまとまってた視点では収まらない部分があると思います。一方でこの施設は市のまちづくりと密接に関連し、先ほども言いましたように市民の活動とも連動していかなきゃいけないんで、やっぱり市民の視点も持ち合わせなきゃいけないんですね。ですからこういったものを抱き合わせた運営主体というのは非常にやっぱり難しいわけ で、これを我々とすればできるだけ早く令和5年度までにはですね、中までには決めたいと思っております。それからこれだけではなくて、さらにその会議を誘致するとなれば、その後アフターコンベンションとか宿泊とかさまざまな面で連動させなければなりません。それから残念ながら今回、バンケットはこの中には入れ込むことができなかったので、その点では民間のバンケットとの連携などもこれ作っていかなきゃいけないわけですね。そういった面での連携体制をこれをまた市を挙げてですね、私としては作っていきたいというふうに思っています。そしてさらにこういった会議を誘致する上で大事なのは、やっぱり一定の箔付けっていうのも大事になってくるわけですね。その点では、国際観光何でしたっけ、都市国際国際会議観光都市というですね、そういうブランドというか称号も取れるように、これから鋭意検討を進めていきたいと思っています。ありがとうございます。あと3番目についてだったんですけれども、はい、除雪の、まあ、補助ということ、予算120万円ということで間違いなかったでしょうか。はい、はい、で去年の冬ですといろいろ除雪対応も多かったかと思うんですが、はい、これは令和2年3年と比べて増額されてるのかですとか、何かこう変化っていうのはあるんでしょうか。これはですね、増額というか確保しててもこれまでもご覧いただいた通り2件しか実績がなくて、昨年度はゼロだったんですね。その点ではまずこれ120万、前年同額ですかね、はい、で計上はしているんですけども、それはまたこれから市民 の出方次第ではいろいろ考え増額も検討はしたいと思います。ただこれ女性だけじゃなくて貸し出しも我々持ってますし、それから何事もやっぱり有効活用するのが大事だと思うんですね。ですからいわゆる貸し出し専用の機械を貸し出すということもあり得るし、それから市の庁舎とか支所で持ってる除雪機もこれも市民向けに使えないかとかですね、いろんなことを工夫しながら除雪力全体をやっぱり高めていく必要があるというふうに思います。ありがとうございました。他にございますか。 NHK さん。 NHK 福島の本田です。3番目の、除雪について伺いたいんですけれども、はい、交付対象で、町内会だけでなく除雪ボランティア団体などというふうにもあるんですが、はいはい、これ去年取材したときは基本的には町内会単位ということだったんですが、この除雪ボランティア団体っていうのは市長としてはもともと考えてた。いや、これね、実は制度的にはそうしてあったんです。どうも市の意識がね、町内会っていうのにちょっといつもこれまで引きずられてるんで、そういう書き方したかもしれませんが、制度上はボランティア団体などもこれは実は作るときに私相当話をしてこういうの入れてますんで、これは入ってますました。でちょっとこれまでその辺のアピールが足りなかったので、今回もこうやってきっちりとボランティア団体というのを入れさせていただきました。ですから除雪を目的としなくてもですね、いろんな活動をする中で除雪作業もやりたいというのであれば私は構わないと思いますし、そこは柔軟に構えております。わかりました。
そうすると同様に除雪機貸し出しについても除雪ボランティア団体も含むと。これはですね、そうですね、はい、分かりました。あとすみません、アダプト制度ということを先ほどおっしゃってたんですけど、はい、これは市が、まあ、担当の方というか ある方にお金を払って依頼するっていう、まあ、お金払うかどうかは別ですね。それはだと普通の請負契約ですから。あ、はい、むしろこれもパートナーシップの一環で、アダプトは確か養子制度なんですけども、一種ここはもうあなたが親になった感じでずっとやってくださいねとかですね、まあ、当然一定の経費はかかるから全くタダっていうのは難しいかもしれませんけども、まあ、そういう感じの仕組みで、まあ、アダプト制度自体は道路の脇のね、花壇とかそんなのでは実はひどく使われてるんですね。そういうアダプト制度という言葉を使ってるかどうかは別として、はい、でこういったものを除雪の関係で歩道の除雪とかもっと明確にできないかなというふうには思っています。ですから今も、その町内会などにお貸しするときに町内会は大体こういうところやるんだというのは大体お話はいただいてるんですけども、そこの位置づけがあまり明確じゃないんで、まあ、町内会はでもね、基本的にその町内の公的な部分をやるんですけども、ボランティア団体とかがやるとなると本当にあなたそういうのやってくれるのというのがやっぱり我々とすれば十分な保証がないというか分からないところでもあるんで、そこはきっちりと明確にするというのも有効かなと思っています。はい、お願いします。はい、除雪機の貸し出し制度については、はい、まあ、今年もある程度需要があったということなんですけれども、まあ、なかなか経費の2分の1を負担してもらったとしても除雪機械の購入っていうのが、まあ、難しいというふうに言ってる、除雪を結構行っている町内会の方いらっしゃったんですけれども、除雪機自体が、まあ、可能だったら買いたいっていうそういう要望っていうのはこう あるというふうな認識でよろしいですか？現実に2件出てますし、今年はまだそれ受付やらないのっていうような問い合わせもいただいてますので、それはそれであるかと思います。ただ実際にですね、町内会などで買うとなると、まあ財源の確保自体大変な面もあるし、あとは何よりもですね、町内会としての意思決定も必要になってくるわけですね。そうすると大体年度当初に町内会としての予算組みをしないと買えないというのがあって、その点では年度途中に言われてもなかなか買うための段取りができないということになってしまいます。その点では、まあ、今、ね、もう走ってるところあるかもしれませんけども、できるだけ早い時期にこういうことをお店をして、そして町内会でそれなりの判断をしていただいてご購入いただけるところはいただくというふうにしたいなと思って、まあ、今回公表することにいたしました。早めにですね。すみません、去年は何月頃に？去年は9月です。ああ、ぐらいに始めてたんですね。じゃあ3ヶ月早めて。で、その前の年がですね、大体前の年に左右されるんですよ。そうすると大した雪の降ってない年の次は、まあそんなにみんな心配してないわけです。で、去年は暮れからドドドってきて、こういうのやっぱ必要だなと思って、いろいろホームセンターとか行ってもですね、もうその時には売り切れたりしてたと思うんですけども、やっぱりそういうふうになってしまうのが大体これまでのパターンなんですね。で、まあ、今年は去年のというかこの昨冬の、皆さん教訓があるかと思いますんで、まあ、その点で意識の高いうちにこういったものをお出しをして、でご検討いただきたいなと思っております。わかりました、ありがとうございます。他にございますか？はい、朝日さん。朝日新聞の荒海と言います。2番目の公有財産の利活用の関係で、ちょっとお尋ねいたしますが、はい、これまず対象になっているのは、まあ、これ6施設ということですけれども、はい、先ほど、まあ、市としてのニーズがなかった施設ということでございましたですが、はい、これ例えばこういう、まあ、なんていうのかな、一種のリストアップ、リストに上げて公表するというのは、例えば廃止から何年後とか、どのぐらい検討してからとか、なんかそういう基準があるんでしょうか？まあ、まず今回はこれまでの、あれ見ては在庫一掃みたいなもんですから、これまでのやつを全部
検討して、その上でまず今やれるものはこういうだということで、まあその点ではその辺のパターン化してないわけですね。はい。まあ、今後その新たに追加をしていくということですけれども、現在その想定されている施設としてはどんなような種類がありますでしょうか。そうですね、まあ、想定というか現時点で今市の利用を前提に検討しているのはやっぱり廃校跡とかですね、そういうのはあるんですけども、それも、市としての結局利活用が固まらなければお出しをすることになりますし、まあ今どういうのかと言われると、結局そういう空いた建物施設か、あるいは土地というしかないんじゃないかと思いますけど、はい。またちょっと細かいんですが、ここにあるこの6つの施設のそれぞれの廃止年っていうのが分かれば教えていただきたいんですが、ここには載ってないですかね。じゃあこれは後で、はい、財産マネジメント分かるかな。あ、今分かる。あ、じゃあ言ってください。はい、青木、すみません、じゃあ、平田幼稚園が、平成31年の3月末、松川東幼稚園も平成31年の3月末、すみません、井の町の教職員住宅はちょっと廃止年度というのは今、すみません、お話できないんですけど、これはまたじゃないの、まだ廃止という扱いしてない、ね、はい、はい、そうですね、はい、特に、はい、大久保小学校が、令和3年の3月31日、青木小学校も令和3年の3月31日になっています。旧鯖原は、旧鯖原小学校はすみません、ずいぶん前に跡地ということで土地だけということだったので、特に廃止年度というのはカウントしてませんでした。うん、まあこれ自体も建物が本来学校としてあったものも、それものもなくなってますんで、まあ、かなり前ということですね。とか、はい、他にございますか。はい、では内容ですので、発表事項につきましては以上とさせていただきます。それではその他の案件で、ご質問ございましたらお受けしたいと思います。発表事項以外もよろしいでしょうか。はい、はい、内容ですので、以上をもちまして本日の定例記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。